ありがとうございますめっちゃ変な配置です。ありがとうございます。よいしょ、ありがとうございます。やばいやばい、絶対これこういうのは準備してからやるもんですよね。間違えて先に配信ボタン押してもった失礼いたしました。こんばんは。順番がちょっとね間違えてましたけど、今日はこれでいきます。なんか机がなんかいいなあの足が通せないタイプの机なんですよ。だからあいたちょっと使わずにいたんですけど、そう今日はまとめてます。髪の毛2個、ツイン団子です。すっきり、初めてしましたこれ。そうメイクさんと相談しておすすめしてもらった髪の毛です。そう最近ねポニーテール系とかなんか団子のハーフ団子とかしてたので、そう縦目のやつが多いんですよって言って、でもツインテールもよくしてるからって言ったらこれを提案してくださりました。なので今日は団子、あれ3色団子でいきます。3色はないか、3、ここ2個と顔で串団子、今日のテーマは串団子ですそう見てください、目もキラキラにしてもらいました。でしょ。三色団子公演でしたから。お、まつげの調子も。そうでも今日はちょっと時間がかかりましたね。思うようにいかなかったので。無事完成しました。今日もまつげはこんな感じでいい。今日の公演来たかったですか？来てください来てくださいよ。来てほしいですね皆さん。公演入ったことない人いますか？そらいるか。応援楽しいですよあ、嬉しいね、ケットも3チームとも公演出てみたけど、まあ、どれが一番っていうのはないけど、全部違う公演やし、違う公演っていうかタイプも違うしね。そうそう、だからでも向こうは今日はセットリストとか曲の雰囲気とかが好きかな。で N はなんかパフォーマンスを追求していく感じの面白さがある。で B2 はやっぱりフレッシュに元気にできるから、
あのパワフルに弾けてできるから、そういう楽しさがあります。なんて言ったらいいんやろ、はしゃぐ楽しさは B2 かも。でも M はセトリもいいのもあるけど、一緒に楽しめるかも。ファンの方と一番楽しめる公演な気がする。 M はコールがあるとより余計にね。そう、本当にオリジナルの公演やけど、なんか綺麗にはまったセットリストだなって思いました。ナンバーライティは一番バラエティにちょっと一番ふざけてるかも。ふざけてるっていうか、真面目にふざけてる。そう、ちゃんとふざけてます。そう、あ、マイク触ってて聞こえない。そう、でもこれちょっとこれ手離したらなんかこんな、なんかね、うまいこと向かないんですよね。こんなこう、あの持ってなかったらこの角度でお送りする。これで聞こえるか。そう、難しい。これなんかね、ここにある机のたこれとちょうどいけますか。聞こえる。マイク押さえたらどうなるんですか。聞こえにくいんか。聞こえてるか。よかった。そう、ちょうどなん、今机とカメラの距離が何センチなんやろ。これ2つ分と、これとこれとこれぐらい。わかりますか。机からのカメラの距離がこれとこれとこれぐらいの距離が空いてるんですよ。そうで、だいたいこういう配信の時の三脚はこれ1個分ぐらいのサイズの三脚が結構多いから、そうだからケイトが持ってきたい高さのこれ1個分足りない。足りないんですよ。そう、これです。皆さんこうやってやってください。このこれが2個分。あ、ちゃうわ、手の大きさ違うからあれか。まあそういうことです。伝わりますか。大体そう、それそういうことです。まあこのケイトのこれはもしかして YouTube ショールームしてます。あ、 TikTok か。え。これケイトのね、このサイズがわからない方は握手会に来たらわかります。ケイトの手のひらサイズが。だから握手会に来てください。このサイズを測りに。この金の、うわー、ケイトがインスタライブしてる。ショールームですよこれ。そう、はい、それ何それ。全部違うんですよ。じゃあこれ私今これつけてるの何かな。それ何してるんですか。何配信するんですか。TikTok かなって思ってて。違うか。めちゃめちゃショールーム始めてますけど、これライトの光そっちまで行きますか。あ、いい感じ。来て、本当ですか。うん、すっごい適当。めっちゃバリ横からですけど、こうしてこうしたらいいや。こうやば、光光光行きました、来ました。行きます。こんばんは。今日のしおりさんの髪型が可愛いんです。見てください皆さん。なんかちょっとこの出てるのは無視してください皆さん。え、可愛いじゃないですか。こっちで、それがおしゃれです。ケイトが好きそうな髪型してます。こちら、あ、あ、ダメですよ。しおりさんのところに見に行ってください。気になる方は。
ちょっと似てますよね。ね、てか今日みんなさ、はい、髪こうなってるよ。そうですよね。みんな髪こうなってる。なんかこうなってます、ね。こうなってます。みんなの髪だけ。みんなこうなってる。いやもうお菓子食べてる。みんな、なんか似たような髪型になってました。イヤリング可愛いって、あ、そうでしょ、これ公園だとあんま見えないですよね、近くで。それがこんなトランプになってるんです。イヤリングじゃないですよ、ピアスですよ、皆さん。ピアスじゃな、ついにピアスを開けました。キャー、開いちゃってるんです。イヤリングです。さっきか、今日私嘘しかつかないんで。あ、今日はそういう日ですか。はい、そういう日ですよ。あ、そう、MC でも全部嘘言うから、はい、あ、やば。今何食べてるんですか、これは。はい、チョコ、ね、私にはチョコに見えます。シチューかな、これ。シチュー、全然違う、全然違うやん。すごい、クリーミーじゃん。クリーミーですか、うん、あ、すごい。絶対食レポダメじゃないですか、そんな。チョコ食べて、まあクリーミーなチョコはあるかもですね、うん、こんなイヤリングです。ほら、トランプ、ちょっと光の加減で、あ、ほら見てください、スペードのトランプです。キュート。でもこれメンバーによって違うんですよ。あ、ほら、しおりさんの。あげる。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。もらいました。しおりさんはこんな感じ、ダイヤモンドにトランプのいろんな柄が入って。一応あれも違うんや。え、違いますね、トランプの柄が。そうなんです、けどもうがっつりトランプなんです。かわいいでしょ。ゴトランプ、ゴトランプ、ゴトランプ、1トランプ、ゴトランプです。私スペードのなんだこれ、1エース。こんにちは。10からエースまで。そう、この衣装がトランプだからね。いや、これトランプやったん。トランプ衣装ですよ、初めて気づいた。あ、本当や。嘘、スカートもそうなんですよ。ここにもいっぱいトランプついてる。そんなスカートめくり上げて、しおりさん。やめてください。レースも、この中のレースもトランプです。7年やってたけど全然気づかなかった、これがトランプ柄やったなんて。初めて、ちょっとありがとう、教えてくれて。よかったです、気づいてもらえて。あ、またそれも嘘ですか、初めて知ったっていうのは。あ、今本当やと思った、ちょっと。はい。そんなわけね。やばい、ちょっと騙されるわ、これは。ギリ本当に聞こえましたよね。そう、初めて見る髪型、ちょっと何かは分かんないんですけど。ロイヤルストレートフラッシュって何ですか。何それ。ウート、ウ、え、カタカナ。はい、ロイヤルスーパーフラッシュ。ロイヤルスーパーフラッシュ、ハイパーウルトラなんちゃらみたいなやつですか。なんか何それ。なんか適当に、適当に強そうな言葉並べたみたいな。ハイパーウルトラスーパーなんちゃらみたいな。ポーカー、最強、最強らしいですよ。トランプのポーカーの役の一つ。あ、トラ、あ、トランプのなんか話してたんですね。うーん、え。はい、頑張ってね。じゃあロイヤルストレートフラッシュが出たのでランキング読みます。13位、桜田さんってあやぴょんや。12位、のりぶんさん。11位、ビパーですか、これは。 VIPER。 もうそんなんさ、ビパーそんなんさ合ってるかな。10位、つかさん。9位、りゅうやんさん。8位、いかりしんさん。7位、ほたるいかゆでみさん。6位、末っ子のあんちゃんさん。5位、みのるさん。4位、ちゃうちゃうさん。3位、ガチのつりさん。2位、しおぴーさん。
1つ2つ3つさんありがとうございます。コメントスペシャルギフトありがとうございます。それではケイト公園に行ってきます。バイバーイ。